ここは誠さゆきが感染してたところ、中央分離帯があるところ、いつきたちが感染していた、匠が抜き返されたところ。次が、最終コーナー。というわけで ND 聖地巡礼企画、パート4、椿ラインを走っていきましょう。ダウンヒルのスタート地点は、箱根ターンパイクの、スカイラウンジ真横。こんなにも身近なところから始まるのですね。日本一有名な有料道路の脇が、伝説のステージってわけだ。そしてこの椿ライン、はっきり言って飽きます。油断ならない過酷な急カーブが続いて、全長も結構長くて、正直しんどいです。ただ、冒頭で紹介したようなスポットでは、明確にアニメの雰囲気を味わえるし、聖地感はバッチリ。まあアニメの方が明るいし鮮やかって感じだよな。昼より明るい深夜ってなんだよ。そういう意味ではファーストステージの薄い峠とか、雰囲気的には近かったかもですね。見づらいんだけど、そしてですね、この椿ライン、とある特徴があるんですよ。それは走っていく上でとても大事なもの。特に中盤以降のコーナー連続区間が、一つのコーナーとしては曲がれないんですよ。途中でハンドルを切りましたり、追加でブレーキを入れて、前荷重をかけ直したり、勾配もカーブも純粋にきつく、少しでも重量級の車でスピードを乗せてしまうと、単純に遠心力に勝てない。普通の感覚で曲がろうとすると、センターラインをはみ出してしまう。そして今の3倍速中にも気づけるでしょうか。やはり、カーブの曲線がガタガタですよね。途中で極端に急になったり緩くなったりする、そういうトリッキーなステージなのです。一筋縄ではいかない難しいコースですよ。おい、逆走ジジイがセンター割ってきたと思って、ちょっとビビりましたよ。何せ箱根の道はくねくねですからね。熟練者ほど、ラインの最適化のために、右コーナーでインカットしがちになる。そこも難しいポイントで、対向車とのすれ違いのための安全マージンと、スムーズに走るためのラインが被ってしまう。結果として、対向車を確認した瞬間、即座に外側へ膨らんで緊急回避するような走り方になる。今の U字カーブも険しかったですね。ちゃんと速度を落としきって、ちゃんとした回し方でハンドルを切って、正しい運転操作で、ラインを無駄にきつくしないよう、走行位置を選ぶ必要がある。ちょくちょく直線はありますが、こういう道の定番。70キロも出すと次のコーナー曲がりきれない。これは物理的な問題なんですよ。タイヤグリップが遠心力に勝てないんだ。は？どこ歩いてるんすか？それも行動らしい。これから行くや別峠ではもっと顕著になる。まあここら辺で、道の概要の話は一通り終わったかな。ここで、ノーブレーキ走法の真髄が見えてくるわけですよ。まずさ、ノーブレーキって言うけど、その中身は横 G のかけ方なんだと思う。言ったでしょ、途中でカーブの形が変わるって。だから、シャシーが旋回姿勢に入っている中で、追加のステア操作が基本的に必要になる。そうすると当たり前ながら横 G は変化し、車の姿勢はブレる。リズムは狂うし、最速の走りとは言い難いね。こんな複雑な形をしたぐにゃぐにゃコーナーの中で、タイヤグリップを横方向に限界まで使ったまま、一切横 G を変化させず、限界スピードを維持できたら、そりゃ早いわけだな、とてつもなく。そんなライン、一晩走り込んだくらいで掴めるわけがない。また、コーナー進入のための減速、立ち上がりでのアクセル、この操作のためにタイヤは前後方向に使われるわけだけど、連続コーナーの途中で、その全てを最適化できるかな？ちょっとでもロスが生じると、その分がダイレクトに差になる。この椿ラインのダウンヒル最終決戦冒頭は、そういう試合展開で進んでいったんじゃないかな。なんて言ってたら、例の誠さゆきの右ヘアピンに来ますよ。イニディでは、この地点までのどこかで、シンジ君がハザード出して譲ってたわけですね。そしてこの右コーナーへのアプローチで、ぶつけながらインに割り込んでしまった。こうしてみると、このコースの中では道路幅が広いよな。確かにやれないってことはなさそうだ。そういうわけでポジションが戻りましたね。ノーブレーキ走法とかいう漫画の話は置いておいて、現実世界での運転における椿ラインについてですが、かなりレベルの高い練習用ステージですよここは。ラインの選び方、そして、そのラインに狂いなく乗せていく、運転操作の丁寧さはもちろんのこと、今みたいに突発的に飛び出してくる対向車への、瞬間的な対処、旋回中にカーブの R が変化した際に、無駄な横 G の変動を発生させないよう乗るということ、個人的に、横 G の変化量を一定にする、ということを意識しながら運転していましたが、難しかったですね。初見のコースに対して、タイヤを理想的に使って曲がっていくというのは至難の技、個人的には、サーキットを走り込むのと同じか、取り組み方次第では、それ以上のトレーニングになるとさえ思います。毎日のようにこんな道を往復してたら、アマチュアレーサー並みに上手くなるに決まってるだろ。ちなみにこのプリウス PHV、後ろにバッテリーが積んであるおかげで、前後重量配分が56対44なんですよね。アンダーステア傾向にセッティングされた車を、荷重移動でインに飛び込ませる。
こういう道にはそういう走らせ方がつく。実はこんなに急な下り坂であっても、パワーモードを用いることで、アクセルオフ時も前荷重が残しやすくなるんですよね。惰性走行時の回生ブレーキが強められてるのは、まさかそこまで考えられてるわけないよね。さてさて、右ヘアピンで、匠がブラインドアタックで抜き返しましたよね。多分ここなんじゃないかなと思います。路面が緑色に塗られているでしょう。しかもストレートが長めなので、コーンリング勝負が不利でも飛び込みで並びやすい。アウトインアウトで、走行ラインの R を緩和させる走法が、裏目に出てしまったわけだな。当然ながら、飛び込みの段階で大きくアウトに寄らざるを得ないですからね。しかも道路幅も広かったし。そうして考えれば、妥当なオーバーテイクだったわけだ。最低限は現実に即して描かれてるのが、また興味深い。そういえば須藤京一が、本線に止めて観戦してたよね。あれどこだったんだろ。ついでに言うと、ギャラリーの人たち、どこに車止めてるんだ問題。そして私、道が長すぎるし神経も使うしで、この時点でうんざりし始める。片道20分ですからね。もみじライン並みに投げは、そして例の中央分離帯ですが、急勾配すぎね。動画じゃ伝わらないのが残念ですよ。バイク止めたら倒れそうなレベルの勾配だった。そしてこの左カーブ、対向車を気にしてイン寄りで進入したせいで、明らかにラインがきつくなる。常識的なペースで走っていてもこれだから、そりゃラインが大事なコースになるわけだ。上りの方も、軽いミッドシップの NSX が相手とか、いくら FD とはいえ勝てる気がしない。ネットで車重を調べた限りで、走法とも 1.2 トンくらいだったけどな。NSX 側は400馬力だと言われていますが、ケイスケ側の FD は何馬力で挑んだんでしょうか。ボンネットはカーボンになってましたが、4秒以上の全開区間で差がつく程度のパワー差、このコースならそこまで大きくはない。どうでしょうね、トラクションの差やトルク特性の穏やかさは、明らかに NSX 有利でしょう。でも、そこまで大きな主人公補正を感じず見られる、絶妙な難易度設定ではあったと思います。さてさて、最後に新次君がぶつけて抜き返す、池谷先輩たちが観戦してた右ヘアピンに来ましたよ。長い下りでフロントタイヤが垂れる中、インからぶつけられれば守りきれないわけだ。追い詰められた、2本目あってもこのタイヤじゃ勝ち目ない。ここから最終コーナーまで、普通に走ってても1分の短い勝負。長かった椿ラインもあと少し、並走する2台を脳裏に焼き付けて走りましょう。そして、右カーブの左側が緑に塗られたところ、その直前で、匠はヘッドライトを消した。ここですね、観光バスに押しつぶされて、ギリギリまで左に寄った状態での進入となりましたが、そして左カーブを1個挟んでから、左側に匠の86が並びかける。アニメじゃ結構な急カーブとして描かれてましたが、ここら辺の直線なのでしょうか。確かにブレーキングポイントの前に、緩い左カーブを挟むような感じだし、シフトアップするか迷いそうではある。そして左コーナーの立ち上がりで、シンジ君の86がリアをぶつけた標識、多分あれですよ。そして右、左、右と続き、左に竹やぶが現れる。かなり狭いですね。86 2台で並べば、壮絶な接戦となるでしょう。グリップなら2車線分だけど、立ち上がりでリアを流せば横幅に余裕はゼロ。激しく競り合いながら最終の左コーナーへ、実は2段階に分かれて切れ込みます。ここを抜けたら、次が最終コーナー。まあコーナーといっても、30度くらいしか曲がらないんですが、はい、椿ラインダウンヒル、フィニッシュです。そしてここが、ヒルクライムのスタート地点でもあるわけだ。ところ狭しと建物が立ち並ぶせいで、道路幅にはほぼ余裕ないっすね。さっき観光バス来てたけど、こんな道で塞がれたら地獄やろな。乗客も酔うし、プチテロレベルで交通網が麻痺するし、運転手も辛いし、純粋にデカすぎて危ないし、もうこのエリアは大型バス禁止しろよ。なんだこの交差点、全然右見えなくて時刻可避やんって思ったら、右から来る側も一時停止でしたわ。ここから先、引き返してヒルクライム経由で七曲がりに行こうか、このまま矢筒峠に行こうか迷ってましたが、椿ラインが長すぎて戻るのもだるいので、ちょっと休憩してから矢筒峠行きます。ああ、また対向車で大型バスが来たよ。道が狭すぎるせいで、道路幅を半分に分割した幅に、相手側が物理的に収まらないのクソ。さてここに止めさせていただきます。不動滝というスポットらしいです。ちなみにカーナビのルートがこちら。巡り旅をするときは、経由地機能を駆使して、一筆書きで休憩場所まで設定することが多いです。関東近郊に住んでるなら箱根は珍しい場所じゃないが、遠方からドライブで来るつもりなら、おすすめしやすいルートだぜ。まあ有料道路の通行台をケチったせいで、北の方に無駄に遠回りしてますが、今度、MF ゴーストと ND 総合の、聖地巡礼ルートでも用意してみましょうかね。はい来ました、こういうところです。駐車場所にもほぼ余裕ないので、このような日に来たら寄れるかわからないっす。椿ラインの麓に、まさかこんな名所があったとは。これは素晴らしいですよ。人間の身体って、聴覚としては認識できないような、高周波数の音も感じ取れるそうじゃないですか。その手のものや、滝が作り出す涼しい空気を全身で感じます。とても清らかな場所です。
川のせせらぎというか、自然の中を水が流れる音っていいですよね。これを聞きながらぼーっと過ごすためだけに、ドライブに出かけるのもあり、後ろには茶屋みたいなのがありますが、まだ8時半だからか空いてないっすね。上には有料道路があって、箱根らしい。ちなみに御殿場インターを降りたのが朝7時頃。ここに着いたのが8時20分頃。箱根のスカイラウンジを休憩場所にすればいいんじゃないか。絶対クソみたいに混むだろうけど。椿ラインを往復するだけで40分かかりますからね。まあ走ることだけが目的なら、それもありか。道の厳しさと相まって、張り切ってハードに運転することになるだろうから、遠方から来るなら泊まり込みを強く推奨。私は岐阜から日帰りして公開した。矢光峠を下り終えて、漫画喫茶に入って累積運転9時間。ここで体力切れた。さてさて、先のことを少し言いましたが、このまま矢光峠に行くことにしました。七曲がりは帰りによります。川沿いの温泉街っぽいところを下るのですが、これがまた油断できない。人が多い。横断者警戒で気が抜けない。景色としてはとてもいいんだけど、運転してて楽しいかというと、油断してたら人を殺しそう。例えば椿ラインの下りで右足が疲れて、ふざけた姿勢で運転してたら、もしもの場面で反応が間に合わないかもよ。バスに詰まり、謎の U ターンをする人に遭遇しましたが、総じて行動で起こることの範囲内。地図を出すとこんな感じ。海沿いのワインディングも走れるので、最高の景色が味わえますよ。よく調べてないけど、多分途中で MF ゴーストコースも通れる、湯河原駅です。街並みが箱根らしいというか、日本でもここしかないという感じがある。路中も多いし人も車も多いけど、普通の人が普通の旅行で来れば、楽しめること間違いなしでしょうな。飛び出しプリウスミサイルを避けてからの、海沿いの倍速ドライブ、原付を抜くタイミングが腕の見せ所、私は意地悪な幅寄せしないんでね。ここら辺の道は関東済みの方にはありきたりだろうし、動画で見るより実際に海を感じた方が楽しいだろうね。ここら辺で有料道路で武器と合流してからの、道がまたいいんですよ。しれっと有料道路台ケチったってことなんだよな。しかもその区間、MF ゴーストコースだし。まあまあ、海沿いの景色も、ワインディングも、交通の流れも全てが穏やかで、程よく楽しめるいい道です。私が出かけるときって基本的に雨降ってるか曇ってるから、今日みたいに晴れるのは奇跡だよ。富士山もはっきりと拝めたし、そのまま有料道路に乗って少しだけ東へ行くよ。道中は市街地走行なので全カット、パート5でお会いしましょう。